いや、あのね、純正一択の時代は終わった完全に、あのね、そう、なんで終わら、誰が終わらせたかって、多分シグマタムロンが終わらせたよ。マジでマジで頑張ったシグマタムロン、本当に昔はめっちゃ叩かれてたけど、シグマタムロン、もう今むしろ純正よりシグマの方がいいよね。シグマのアートとか、つばさんしか見えないアートとかさ、うん、あれ、アート、コンテンポラリースポーツね、うん、最高だよね、ほんと純正には出せない味を出せるっていう、うん、ちゃんと自分たちの立場を分かって、その何、そこで戦うっていうか、うん、純正と違う、だから結局シグマの場合は重さを犠牲にしてさ、もうほんととんでもない重いやつを作ってるっていう。でそれに続いて結局そのそういうね、中国製のやつが出たりとか、あと中一工学が出たりとか、いろいろ出してるわけで、だから意外とそういいよねっていう、その純正じゃない方がコスパ的にいいよねっていう。てかさ、マジカメラ変えて自分の目玉変えるからな、マジで。自分の何？目玉が変わると一緒じゃん。まあそうよね。いや、あのね、最初マジで苦戦するよ。俺だって結局キャノンから富士に移ったわけじゃん。うん。